ジェームズ・ボンドみたいだなって思って、で基本的に全て、まあ、英語で喋ったりとか。数をつけるならさあ何点かお伺いして終わりにしたいと思います。点数ですか？はい、よろしいですかね。じゃあもう一つ右の列、はい、2台行きましょう。先ほどフォトセッションでもお気に入りのページを見せていただいたかと思うんですが、ホテルでのワンシーンになったかと思うんですが、まあ、お気に入りの理由であったりとかございますか？なんか僕すごく007のジェームス・ボンドがすごい好きで、あの映画が好きで、あの写真を見た時にジェームス・ボンドみたいだなって思って、でなんかあの作品って結構そういう高級なホテルにいたりとか、ああいうドバイのイメージがあったので、それを見た時にかっこいいなって思いましたね。全く普段プライベートでそういう、なんて言うんだろう、例えばバーとか大人っぽいことは全くしないので、ああいう服を着たりとかスーツを着たりっていうのは撮影でしかしないので、それをこの写真集に入れることができてよかったなって思います。今回、ドバイでの撮影だったと思うんですが、まあ、先ほどワクワクもあったっていうところで、まあ、ラシャさん、フォトグラファーさんのことだったり、まあ、印象に残っている撮影シーンだったり、思わず笑ってしまったエピソードなどありますでしょうか？そうですね、今回、そのフォトグラファーもアメリカの、そのフォトグラファーのラシャーさんっていう方にこちらからオファーして、本当に撮影自体もグローバルにやって、基本的に全て、まあ、英語で喋ったりとか、あとそのドバイって僕行ったことなくて、初めて自分にとってその中東の場所だったので、どんなとこなのかなっていうのはすごく緊張していた、どういうものがあるのかなっていうのはすごく興味があったんですけど、実際に行ってみて、自分の中ですごく刺激になったりすることもあったし、文化も、また日本とね違う部分もあったので、そういうところはすごく楽しかったです。あと撮影とかも、まあそのカメラマン、そのフォトグラファーの方と2人で入らないといけない場所もあったので、まあもちろんそこは2人とも英語でやり取りして、2人だけの世界でそういう素敵な写真を撮れたかなって思います。はい。お決まりのことをお伺いするんですが、さあ岩下さんにとってこの写真集、点数をつけるならさあ何点かお伺いして終わりにしたいと思います。点数ですか？点数130点。はい、ありがとうございます。130点ということで、はい、ありがとうございました。じゃありがとうございあ、ます。はい、岩下さん、今日本当にお忙はしいとい、ころ、お越しいただきましてありあがとりうごがとうざいごまざいす。ます。はい、皆様もありがとうございました。以上をもちまして、岩橋元気さんのファースト写真集ラブネ記者会見の方を終了さあせりがていとうごたざだいきまます。す。ありがとうごありざがいとうごましざいまた。す。じたゃあくさ岩ん下さん、そのままかっこいいご写真交撮っ換てくくだださい。い。ありがとうございます。ありがとうございます。